初心者の初心者による初心者のための実況動画ということで、どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、今回ですね、あれ何について喋ろうとしたんだっけな。あ、そうだ、ドラゴンです。ドラゴン、まあ今ですね、ドラゴンをですねレベル3にアップグレードしようとしているんですけども、もうドラゴンのね強さについて今回語っていきたいと思います。まあ今ですね、私たちのクラン投稿、クラン攻撃回数37で78対15で勝っていますけども、まあぜひクラン戦が知りたい方、クラン投稿にぜひ来てください。ですね、クラン対戦履歴でですね、私ちょっとまあザコイムラ攻撃しちゃったんですけども、まあそうですね、ドラゴンラッシュをした、どれだ、これですね、レプレイ、もうすげえ雑魚い村なんですけど、まあ、確実に星3取るっていうみんなで決めたんで、まずですね、まあ適当に外にあれがあったんでやって、ドラゴンを4方向からね出したんですけども、こちらは見ていただきたいんですけどね、ウィザードの塔レベル32かな、もう2にねずっと攻撃されまくってるんですけど、もうね、なんていうの、減る気配がないんですよ。もうなんか、ウィザードの塔とか、へじゃねえぜみたいな感じで、レベル2ドラゴン、まあレベル1でも相当硬いですけどね、もう相当強いですよ。まあまあ、今回相手がザコイっていうこともあるんですけども、でもこのドラゴンに関しては、もう、なんていうの、ウィザードの塔の攻撃を何発も受けているわけで、もう、下手したら、10、まあ、20、30受けてると思うんでね、ですよね。でもまあ一瞬にしてドラゴンの力によって一瞬にしても全開させられるっていう、まあそのクラン戦だったんですけども、もうねドラゴンは硬すぎるんですね。もうドラゴンはまあね、もしかしたらクラクラドラゴン系なのかもしれないですね。まあそんなそんなこと言ったらまあなんか初心者じゃんかって言われるかもしれないですけど、本当にドラゴン系でした。ドラゴン最強です。もうクラン戦ではもうドラゴンしか使わないワンちゃんです。ということで、まあドラゴンの強さでした。ご視聴ありがとうございました。